チーズ味。美味しいのに。ほら、美味しかったでしょ？あ、喉乾いちゃった。これ大丈夫かな？ていうか、新しいはずなのにすっごい少ないよね、これどうして？不思議。開けたらシュワーってなるかな開けてみて開けてみてよ。
てあげるね。飲みたい？もう炭酸ないよこれきっと。やってみる？あやー。冷えてた？Thank you.
ちょっと大丈夫ですか？しっかりして。ああ、息してないのかな。大丈夫？よいしょよいしょ。
稼いでくれる？じゃあ結婚してもこうやってランチしてくれる？多分？うん。じゃあ考えとく。メガネ取っちゃおう。
るさいついちゃうの、こういうもんなの変かわいいも変だろ結婚かどうしよっかな。どっちも好き。パンもご飯も。でもパン好きかな。そうなんだ。じゃあそうする。ブレザーセーラー服が良かったけどブレザーだった。ううん、普通普通、すんごい可愛いわけでもないし変なわけでもないし、普通。いつなんだろう、高校の時はどんぐりみたいだった。ねえ、なんだろう、顔も丸いし髪の毛もボブぐらいだったし、
婚したら何がいいかな。奥様奥様って呼ばれたい。奥様時間ですよみたいな冗談でね。おじいちゃんとおばあちゃんになっても手をつないでデートにしたい。あと子供がいてもパパママって呼び合うんじゃなくて名前で呼び合いたいな。真っ白いお家、木のぬくもりのある真っ白いお家でお花がいつもあって、お庭にもお花がたくさんあって、ガーデニングとかしたいで、そこで摘んだお花とかお家に飾って、明るいお家まあまあやってないけどね。植物はすっごい好き。お花はお家にいつもある。そういうお家がいいな。でも一軒家かマンションかはすっごい悩みどころ。なんかお互い何か育てようよ、植物。苔はうちには合わないと思う。私はね、何にしようかな。ラベンダー育てようかな。なんかこんな話してたら結婚したくなってきちゃった。好きだよ。
じゃあ
お姉さんがちゃんと教えてあげるね。泳げるようになろう、今日で。頑張ろう。はい、じゃあまずは準備体操をします。とりあえずお姉さんの真似をしてください。これをちゃんとやらないと溺れちゃったり怪我しちゃったりするので、真剣にやりましょうね。 OK？ はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、伸ばして、ほら、ちゃんとやって。
気持ちいい。Thank you.
また。でも友達なら片付けてってもらえばいいじゃない。
じゃあ心臓の音聞きますね。大丈夫ですね。熱はどうですかね。ちょっと高めかな。でも私の方がちょっと熱あるんだよな。まあ仕事ですからね。熱があってもちゃんとやらないと。はーい、じゃあ体洗いましょうか。洗ってさっぱりきれいになりましょう。久しぶりのお風呂だから気持ちいいでしょう。ありがとうございます。たまに言われます。一人に決まってるじゃないですか。治るといいですね。先生もあともうちょっとで良くなるって言ってましたよ。そうですね。でもいいことですからね、治るっていうのは。私もです。何ですか？はい、綺麗になりました。
礼します。社長、今回の件は本当に申し訳ありませんでした。すべて私の力不足でした。でも言い訳じゃないんですけど、あの部長さ、ちょっと怪しくて、怪しいなと思ったから3回ほど確認を取りながらやったんですけど、それでもダメで、5回目でダメだったんですよ。だから6回確認を取らなかった私のせいだと思います。本当に申し訳ありませんでした。でも次こそは何とかして契約取るんで、本当に申し訳ありませんでした。はい、正直言うと全て私のせいではないとは思うんですけど、でもこんなこと言ってたら仕事にならないので、もう全て私のせいだと思います。
3D の撮影に来てますよ。インプーケットというわけで約1年ぶりぐらいにタイに来てます。こんな感じ。今はタイはハイシーズンだから人がたくさんいます。もうタイ大好き。ご飯も美味しいし、天気もいいし、実はプライベートでも旅行に来たいなって思っています。お腹すいた。もうお昼の12時だよ。眩しい。ちょっと風邪ひいちゃって変な声だけどこれからお昼ご飯だよ。じゃーん。これなんていう名前なのかわからないんだけど、よくあるガパオ的な、でもガパオじゃないなんかね、わからないのに、これがすごく美味しくて毎日これを食べてます。タイ料理ほんと大好き。ありがとう。タイ料理はヘルシーだし、暑い時にいいですよね。たくさん食べれちゃう。あんまり辛いのは好きじゃないけど、でも韓国料理の辛さはまだ我慢ができるでもこのタイ料理のこのなんだろう、酸っぱ辛いみたいなとかちょっと苦手だけど、でもそれ以外は美味しいです。パクチー、パクチー昔は無理だったけど大人になって食べれるようになりました。今はちょっとこれがないと物足りないぐらいになってる。うん、いい匂い。あー、お腹空いた。もう3時なのお昼が3時なの。もうお腹ペッコペコ。今回の DVD はちょっとお腹が空きすぎてる私の笑顔が見れる DVD になってるかもしれませんお楽しみに。おはようございます。撮影2日目、今日もいい天気。はーい。海、青い空。今日も撮影頑張ります。ラストです。タイロケ最後、頑張ります。お外はあんまり天気が良くないです。お呼びが来た。行ってきます。撮影終了しました。イエーイということで、インプーケット無事撮影終わりました。ちょっとね、今回は体調があまり良くなかったので大丈夫かなと思いましたけど、日に日に体調も良くなり、お天気も最初はすごいあまり良くないって聞いてたんだけど、結果雨が降ることもなく晴れで全て終わることができました。もうね、タイ大好き。毎日タイ料理食べてますしかも同じお店のそれでもいいぐらい、タイ料理は大好きだし、タイも大好きだし、ということで今回のロケもめっちゃ楽しかったです。まあ暑かったけどね暑かったけど、なんとか無事終わってよかったです。
回はちょっと焼けちゃったかも。でもずっと日焼け気にしてたけど、ここ最近は焼けてる方がいいかなってちょっと思ってきたんで、日焼け止めを塗るのも甘くなり、ちょっと新しい私を見せていこうかなと思っています。とっても楽しい台ロケでした。皆さん、今回はご奉仕している私の姿をぜひぜひ見てください。それではプーケットからハラミキエでした。バイバーイ。